今マイクチェックするよいしょ。じゃあ新年一発目、いやー疲れちゃった。お疲れ様でございます。じゃあとりあえずうすはい、お疲れ。いつもの始まりました。新寸前ぐらいの声、喉痛なってから酒飲んだの初めてだけど。ああ確かに大丈夫なの。なんかいい感じ。え、新年初酒？いや、そんなことない。そんなことない、ね。うん。これもしかして風邪かもからは飲んでない。これ乾燥やなぐらいの時は飲んでた。うん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 。まあじゃあ久しぶりってことで美味しいんじゃないですか。もうまあまあかな。ついたらじゃあ漬物久しぶりに。あ、うまいかも。うん、ちょうどいいかもね。うん、確かに。まあまあそんな感じで2023始まりましたけど、いやーまさかの新しい試みじゃないけどいきなり喉壊すっていうね、わけのわからんことしだして、でその場でどうしようねで、考えついたのがまあコラボ募集の動画ということで、よかったよ。めちゃくちゃ良かったと思う。本当に。バウンディ作りたかったけど、バウンディはまあなんていうか、いつでも作れるというか、まあ次週では次回ね。作ればいいのかな。このコラボのやつはなんか、早い段階で作れば作るほどいいというか。そうなんですよ。うん。でコラボのやつだけで動画上がるじゃんと思って、そしたらまあ余裕のある時に広告もそれで回せちゃうっていうね、話もあるしね。ありますし、卵を入れるの忘れた。あ、本当だ。入れます。入れなさい。えらいよね、藤田。卵を入れずに家で入れるの。ああ、いや、だって家にいっぱいあるからさ。だし、なんか店で買うと高いじゃん、あれ。だし、ぐちゃってなるよな。いろいろまあ、確かにあるけど。いや、でも、いきなり、なんかさ、その、でもちょっと今日、そういう話してて思ったのが、なんかいつもの病欠ってさ、完全にいけんやつばっかじゃん、俺。ああ、病欠ね。はいはいはい。いや、無理、ちょっといけねえわ、みたいな。コロナッチね。そう、コロナッチでとかだったじゃん。でも今日みたいなの多分ありえるよ。ありえる。全然風邪とかね。風邪とかだから、そういう時にライト版考えとくのありだなって思って、そういう時にこういうさ15秒30秒でなんか動画と一緒にやるっていう頭にしといたらいいかもね。まあライトなのかどうかっていうのはさておき、まあ多分ね、これだったら大幅な延長しないと思うよ。確かに。そういう意味ではライト。いやでも動画、音楽の動画作ったらあんなに変わるんだねっていうので、感動をまた見させてもらってね。いや、よかったです、よかったです。それは。もう動画冥利に尽きるというか。まあ結構そのこの時間が6時間とかの中で、だからもっと実はやりたいこととかもあったんだと思うけどね、そこは。いや、そうなんだよね。結局まああとはそりゃ好きにやってるから早いよね。そうだね。お互いね。しかも、だってもうお互いにさ好きなことやって、それをガチャってやって、まああと微調整してもらってっていうのだから早いけど、これ多分お互いの仕事ね、仕事でやってたらもう時間かかったろう。いやー、かかるだろうな。あとはその特急料金もらうと思う。なんかさ、結婚式の取っ手出しとかってちょっと高いのってそこじゃん、やっぱ。もうすごい集中してやんなきゃいけないとか。あれだってその日撮影してたやつが夜にはもらえるっていうか流れる。もう夜どころじゃないよ、1時間ごとだよ。なんなら30分だもん。たまに思うもん、これすごいな。そうだから
あれも高い理由はそういうことですよ。あの、あれ高いからとか言うのやめていただいて、うんうん、まあね、高いものには高いなりの理由はもちろんあって、うん、そのベラボーに俺らもなんていうか値段を上げてるわけではないというね、うんうん、全然取っ手出しの仕事したことあるけどね、うん、ヒヤヒヤするね、うん、マジで。あの、まあ、正直言わしてもらうと、うん、お金もらってもやりたくない部類の仕事だよね。失敗した時は怖すぎる。なんか書き出しミスだったりパソコンのそう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 。確かにね。そう。だって下手したらもう切りすぎて見返してる時間もないもんね。ないないない。見返す時間なんてマジない。怖。うん。まあこんな急に映像ブッて止まったらおってなるもんね。だからそうだね。うん。最後に書き出したデータだけは確認するけど、書き出す前には確認できないね。じゃあミスったとしても、そう。バレないかな、みたいな。うん、あのね、そこはね、ちゃんとやる。うん、あの、言う。あと5分くれたらここ直す。ああ、なるほどね。とは言う。まあでも向こうも時間あったりするから、だからそこぐらいがいいですよ、もあるしね。まあ、そういうパターンもあるけれども、まあこの場合はね、別にその本当に決意決まってないし好きなことやってるから、まあそうですな、それは本物だよね。うん、うん、まあまあでもこれも初めてだもんね。そう、俺が完全に動画作って、うん、いつもだと俺が最後2時間ぐらいブワーってやるんだけど、うん、今日は逆にフッさんがそれやってんのを見てる。うん、でも30分ぐらいか。まあさ、そうだ、うん、意外と大丈夫だった。うん、うん、そういう感じなんで、多分ね、またこういうのやりたい。うん、ライト版、うんうんうん、ライト版なのか、ライト版曲としてはライト版か、うん、一応歌もないし。まあね、あの30秒、うん、特にまあ音楽の場合前半があんまなかったから、うん、ほんと15秒ぐらいだよね。もうめちゃくちゃ詰め込みましたよ。うん、いや、最初なんか、だって何十パーぐらいかなとか言ってたから、どんなもん聞かされるんだと思ったら、もうできとるやん。びっくりしました。いや、そうそう。一応、その、説明すると流れとしては、ギターソロがあって、その後、シンセが右から左から鳴って、右から左からね。そう。右、プルルンなって、左プルルンなって、うんうん、で、その後にピアノが来て、うん、で、その後ベースのスラップのソロが入り、うんうん、最後はまあドラムが入ってきて、みんなババババって終わるっていう、うん、まあその辺もちょっと聞きながら、あの、楽しんでもらえたら、うん、一個一個ソロがあるっていうことで、もうツイッターでね、流すと思うよ、また皆さんにツイートしてね、はい、見ていただいて、再生数稼いで。ですけどね、うん、いや、ほんとコラボ相手欲しいもんね。いや、ほんとね、誰かしてくんないかな。うん、あれを見ててもいいし、この企画を見ててもいいし、ね、なんでもいいけど、コラボしてくれる。みんなどうやって探してんだろうね、コラボ相手。もう声かけまくってんじゃない。うんうん、わかんないけど、まだわかんないね。まあ、これうまいわ。何それ。プロコーヒー。プロコーヒー。うん、そうだな。うん、まあ、そうだね。なんかさ、うん、全然俺声かけるのいいよ。メール送るだけだし、うん、これ DM 送るかメール送るか、あんな文章なんか何の恥ずかしさもないしさ、うんうん、なんだけど、あの、なんだろう、どのぐらいがいいのかが分かんないのよ、うん、例えばめっちゃ有名な人にさ、バンバン送ることもできるけど、うんうん、そういう人がわざわざやってくれた時に、その人が割いた時間分の利益が俺らにあるのかとか、向こうに渡せるのかもあるし、うん、とかで言うと、そのジャンルとかもさ、どの辺に声かけるのが一番いいのかがまだ分かんなくて、うん、そう、だからすごいね、あの、探してはいるんだけど、この件入って、うん、誰がいいのかなってすごい、なんかさ、うん、本業は例えばお笑いの YouTube をやってんだけど、うん、あの、たまに歌ってみたも上げてる人いるじゃん。うん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 、あの、例えばファーストテイクのパロディをやってたりとか、で、割と歌も
お上手だったり、あと歌いたいんだなっていうのが見える方とかいる？いやでもファーストテイクのパロディは結構やってるよね。なんかまあ、パッと今名前出てこないけど、なんかちょっとでも音楽絡めてやってる方とか、まあ、それこそさっきあの話出たけど、まあお笑いじゃないんだけど全然、バン長村さんとかね、いやね、そうね、バンさん面白いもんね、面白いっていう言い方のくくりでいいのか分かんないけどいやてかマジこの部屋にバンさん来たらちょっとテンション上がるんだけど、でもさ、なんかさクソ怖いけどどう参加してもらえばいいか分かんなくない？確かに。いやでも、いやすげえ、でもさ、あの人ほんと、あの周り見れてる人だからさ、めちゃくちゃ、俺どういう立場で、やばいな、ちょっとごめんなさいね、上からスコーンってすっごい多分殴られると思うんだけど、いやほんとすごいよね、あとなんて言っても立ち振る舞いがえぐいね、なんかやっぱ紳士よね、すごく、まあそういう視点でも探してるんでね、皆さんね、いつも言ってますけど、そういう誰とコラボしてほしいかなって、全然俺声かけに行くんで、教えてもらってほしいです、ということですけど、で、まあ、企画の話するのもね、ないもんね、来週か、来週の最終番組だから、なんか新年の積もり積もらない話ある？なんかちょっと待てよ、ここで話せるレベルのあんまディープじゃないやつ。ディープなのはあるんだけどそれは待てからな。言うてもな、年末はね、忙しく行ったり行ったりしてて、年越しして、すぐ帰って、地元帰って、ねえな、いや、なんかね、なんて言うんだろう、別に面白い、面白いっていうか、あるっちゃあるんだけど、まあ別になんかこう、ここで言うような話はないみたいな、そう、感じよね、わかるわかる、めっちゃわかるよ、俺もわかるふりしてるよ全然、いや、なんかあれだな、言えない話多いな、例えば今後の俺の、あ、はい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 、活動というかさ、まあ、今年の今年こういう動きしますよみたいなのも、いや、言えそうで言えないっていう、やっぱ自分だけのものじゃないから、情報的にもね、いろいろあるし、まあいろいろ動いてはおります、はいはい、まあまあまあ、その個人としてのおもろい話はないけどね、その仕事とかになっちゃうってことだよね、要は、だって、いや俺もそうだよ、バッティングセンター行ったぐらいよめちゃくちゃ打ててびっくりしたけどね、自分で。ああ、逆に、いや、あの映像あるけど、後で見せるけど、全然差し込みもしないそこで、いや、いいんだけど、差し込まなくて、いや、なんか友達と2人で行って、で、まあバッティングセンターだって年一行くか行かないかぐらいじゃん。年一1も行かないでしょ。絶対行かないね。のくせに1球目から全然バカスカ打てて、で、まあ中学校の時野球やってたから、3キロとかあったじゃないですかハエも止まらんわ3キロそう、だからなんだろう、あの、それで中学校の時やってて、ブランクもう十何年あるわけじゃん、で、こんだけ打てるってことは、俺音楽に出会って、ちょっと運動の方をやめて音楽の方行ったから、これ野球やったら割といいとこ行ったんじゃねみたいなのとかは思ったけど、うぬぼれーションしてたのね。うぬぼれーションしてた、そうね、毎日野球やってたらめちゃくちゃ打ててたんじゃねえ説はあったけどね。はい、そんぐらいですあとはもうなんか飯食って、美味しいなんか肉食って終わりみたいな、なんかあったかな、ちょっと考えよう。いや俺おばあちゃん家にね、2年ぶりに行ったわけですよ、で、まあいつも、まあ、うちのおばあちゃんってめちゃくちゃ可愛くて、俺ずっとね、あの周りの人におばあちゃん、おばあちゃんいくつ、おばあちゃんね、70、若いね、若いね、なんだけど、めっちゃ、まあ、全然若い頃も綺麗だったし、今でも可愛いのね、
だからもうこういう話するときはいつもおばあちゃん界のアイドルって話をするのね、うん、うちのおばあちゃんはアイドルユニット組むとしたらセンターだよっておばあちゃんの、うん、っていうね、うん、ぐらい可愛いんだけどもう背ちっちゃくてあのいつもさこうまあ昔はすごいおしゃれしてたけど、うん、最近こうまあ最近さ2年前帰った時とかはまあパサーって髪の毛だったのもう何もしてないけど、うん、でちょっと切ってそうだっていうぐらい、うん、なおばあちゃんそうじゃん、うん、大体あの、ね、なんつうの、表参道にいるような高貴なおばあちゃん全然違うけど、確かに。でもそんな田舎にさ、いるようなおばあちゃんって、だいたいさ、歩いてる。おばあちゃん名古屋？おばあちゃん名古屋。あ、岐阜。に引っ込んでんだけど、うん、今日行ったらさ、この前行ったら、バチバチになんかさ、ツイストパーマみたいにかけて、でね、ジェルで固まってたのね。ばあちゃんどうしたっつって。うん、変やでって言ったもんね普通に、うんうん、いやそのパーマはいいんだけどだセットの仕方とか、うんうん、えそうみたいなちょっととぼけてるから、うん、って言ってさ普通にまあおばあちゃん家いる時間なんて俺の場合はそんなに長くないのね、うん、もう2時間ぐらいでもうペッて帰っちゃうの、うん、だからちゃって話してで一緒におせち食って帰るんだけど、うん、そしたら帰り道にさ母親からさ、うん、あのおしゃれしろって私が言いましたっつってあ、母の指示でああだっつったんだと思う。だから何にもその俺が変だよって言ってることに対して母がさ、突っ込んでこなかったの、うんうん、あ、そういうことだったんだっていうおばあちゃんトークしかない。おばあちゃんの精一杯のおしゃれだったのね。そう、うん、しかしおばあちゃん若いな、75か、うん、もうすぐ産んで、すぐ産んだ生まれたのがふっさん。そう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 、二十歳俺みたいな。だよね、うん、そんぐらいのスピードだよね。うん、そう、うん、俺が一番今遅延してる。遅延ってさ、そうね。あ、遅延証明かけましょうか。なんかいりますか。何を証明するのかわからんまあまあ、あのおばあちゃんお母さんだからね、その、うん、女性女性できてるからまあ早いっていうのはもしかしたら。あれ一人っ子だっけ。俺はそうだね、一人になりたい子だね。ん、一人っ子だよね。一人っ子ですびっくりした。隠し子的な、隠しお兄みたいなのがいた。隠しお兄みたいな。あ、いたら出てきてください、ぜひ。怖っ。待ってます。実はみたいな、うん、いやでもね、あのまあ、あの別にこんなところでする話もないけど、うん、うちは親離婚してるから、うん、その後再婚した相手の言葉いるだろうから、うん、弟になる腹違いの弟みたいなのはいるんじゃない。へ、あ、お父さんのってこと。そうはい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 、まあ、いるんじゃないかと予想してる。なるほど。もうじゃあそこは全然連絡取ってないん。うん、全く取ってないね。会ってもない。会ってもない。その感覚は分かんないんだよな、うちは親子に2人いるから。うん、でもなんかさ、この話すると結構さ、うん、なんか、あ、ごめんみたいな感じ、うん、全然俺はそういう感じじゃないの、普通だもん。俺今全くごめんってなってないんだけど、うん、だから、うん、でこのぐらいでいいような気はする。うん、直後だったら分からんけど、うん、その、じゃあさ高校生ぐらいで急にさ親別れたらちょっとさ、うん、ああ確かに、ね、あってなるかもしんないけど、あのあれだよね、いたもん小学生の時とかに名字変わっちゃう子。うん、うん、なんか小学生ながらになんかあんま触れちゃいけないんだろうな。うん、そう、分かってるよ。野村くんは3学期から山本くんになりましたみたいな、うん、あ、先生がさなんか言うじゃん。ああなるほどねみたいな。ね、うん、しかもあれクラスアナウンスしかされねえからさ、うん、他のクラスのやつから普通に呼ばれんだよな。ああはいはいはい、前の名字ね、うん、うん、あれがちょっとかわいそうだなと。でもうちはね名字変わらなかったのよ。うん、で変えなかったの母が、そのお礼を気にして。なんか人によっては2回3回変わってるやつだもんな。いやマジですごい。まあだから今思えばだけどね、うんうん、当時はでも別に何も思わなかった。3回変わってるとしたら、うん、最高の人も分かんない。そうだね、そうだね、元気にしてるかなかったな、うん、まあまあ。でも久々に親ともおじいちゃん出してもらっておばあちゃん出してもらった、うん、まあ元気そうでよかったですね、うん、まあそこで俺は喉をやられたんだけどね。なるほどね、まあでもいいじゃないですか、うん、元気、おばあちゃん元気に、うん、元気いっぱいでした、うちのおじいちゃんももう今年90なの。うぅ、クソ元気
90歳、うん、FPS プレイヤーそれはやばいなまあ普通に LINE 使うしね。えっ、うん、うちのおばあも LINE 使うよ、うん、ギリギリ、うん、ギリギリもちろん俺らみたいには使わないけどね、うん、いやでも俺らも90ぐらいになっても、うん、90ぐらいになってその時の LINE みたいなそういうツールをちゃんと使えるようにいたいね。うんもう仮想現実に逃げたい。あ、てかもう余裕で仮想現実の世界にあるから、ね、うん、うん、今ここどうなってんの。映像の方が先になくなってそうだね。なんかVR の体験型みたいな、ああいうのしかなさそう。まあそんな話もありますけれども、無事2023始まりまして、うん、ちょっと来週次回までにはね、うん、僕も喉を治して。そうだね、これ喉治んないと一生ライト版をやり続けることになるからね。喉治んないわけないじゃん2週間あって。でも俺何その間にまた修行するなんかで次俺が喉悪くなるかもしれんよって思ったけど、俺それ関係ない。俺は歌わねえ。でもさっきもさ喉悪くなったとかあるじゃん俺は。うん、でもスイタがさ例えば手怪我したってなるじゃん、うん、片手でも DTM できるよなって思っちゃったの。あーでもね確かにギター弾いてる時って右手だけで操作してるしね。でギター弾けなくても DTM できんじゃん、うん、だからまあそういう意味ではライトマンになるから、ね、片手だけでやってるなんか悠々白書のさ舞踏会とかありそうだね。なんかそういうのもありつつで、うん、じゃあ次はバウンディでよろしいですか。う、ね、うん、はい、まあ、次バウンディじゃなかったらもう相当喉の調子が悪いか相当何かがあったかということでございますね。心が病んでるかか、でもいきなりコラボの可能性もあるからね。今回のやつパーンって出したら、うん、確かに確かに分かんないけど、そんなすぐ決まるかスピード感的にね、うん、分かんないけどまあなくはないね。うんうん、ということで、はい、ちょっとまた今年もねコラボな1年にしていきたいなと、うん、なんならコラボだったらね月3とかやってもいいしね。もうしょうがないとき確かにね。わーお一応ありがとうございます。そんな感じでコラボ募集中、今年もよろしくお願いします。バイバイ、バイ一生会うことはないうい